やばい、竹さんが、やばいの、慎重に行きましょう。やばい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 。え、なになになに、ちょっと慎重に行きましょう、慎重に。ちょっと手前、降りた方がいいですね。はい、どうも、黒豆ゴリラです。本日はですね、前回、いい感じだった穴釣りのテトラポイントに来て、今日はですね、本当は自分はぶっ込みをやろうと思ってたんですけども、こんな感じでちょっと外海が荒れちゃってるんで、今回もですね、引き続き穴釣りの方をやっていきます。でですね、本日は以前動画にも登場してもらった竹さんと穴釣りに来てます。竹さん、お願いします。バンバン釣ってください。はい、ということで今回も、いつものマスレンジャーですね、相棒です。マスレンジャーにブラクリ、今日は波もだいぶ強いんで7号重めのブラクリを使ってます。に餌はもちろん磯目さんですね。こちらでやっていきたいと思います。よいしょ。はい、それではこんな感じでやっていきます。早速今竹さんの様子を見に来たら釣ってました言ってくださいよ、釣るとき竹さんがアイナメゲッチです。おーおー、かわいい。はい、ありがとうね。はい、帰ってきましたね。はい、よろしくです。引き続きお願いします。はい、ちょっとやっぱり外海が荒れてる分穴に入れにくいですね。おお、すげえ。あー、抜けたいいサイズだったんじゃないですか今の。いや、多分まだいます、まだいます。ちょっと前回の動画で大物を結構バラしてしまったシーンがあってですね、視聴者さんにもうちょっと合わせをしっかりやった方がいいよっていうアドバイスをですねいただいたんで、ちょっと今日はその辺もちょっとポイントとしてやっていければなと思っております。ちょっとやっぱりテトラの中もですね、こんな感じで波の動きがあるんで、今日みたいな日は穴に入れにくいんですけど、そこはですね、もうがむしゃらに穴釣りで一番大切なのは勢いですからね。ほら、こんな感じで根掛かりもねちょっとしやすいな。またまた竹さんヒット。お、これはクジメですね。尾っぽが丸くなってるんで。おお、そうっすね。じゃあこちらも、はい、さようなら。さようなら。ダメか。切れた。もう。うわ、結構太いライン使ってんのに。うわ。これは紛れもなくアイナメさんです。うわ。大きくなったね。いいですね。綺麗。やっぱアイナメは輝いてますね。そうだね。ナイスです。
よしよしよし。あー、よっしゃ、来た、よいしょー、ふわー、ソイさん、ふわー、マジ集中した。ソイさんが連れてくれました。ライン切られるかと思った。ここの穴ですね。ありがとう。おお、力が強いです。よいしょ、よいしょ、はい、ありがとう。ほい、集合体恐怖症の皆さん、ごめんなさい。修理外ですね、これは。激肝です。竹さんが、やばいの、慎重に行きましょう。やばい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 。なになになに、ちょっと慎重に行きましょう、慎重に。ちょっと手前降りた方がいいですね。あ、やばやば、なんすか今、どこに、あの辺適当にブラックリーすか、ブラックリーだやばここにはバケモンがいます。まあおそらく巨大アイナメかソイかみたいな感じだと思いますね。